皆さんこんにちは、こんばんは。はい、以前ね、私が紹介しましたこの290円の中国製のね、外部マイクですけども、まあ開封動画の時に、iPhone5、 そしてね、他の外部マイクとの音声比較、そして、その後に、iPhone8 ね、それからブレード V7 ライト、そしてジェリープロにね、つけてみて、まあ内蔵マイクとこれをつけた時、そして、他のね、マイクなんかともね、やりましたけども、まあコメントくださいねということでね、何人かくださったんですけども、まあスマホの内蔵マイクとね全く音変わんないじゃないっていうことと、あとね、そもそもこれね、3ピンだからダメじゃないのっていうね、ご意見ねいただきました。はい、その通りなんです。で、実はねこれね、もう見たらね歴然なんです。これ3ピンなんですよ。3ピンっていうことね、スマートフォンはヘッドセットとか使えますから4極4ピンなんですよね。で、まあ4極でもね、いろいろまあ種類があって、以前ね過去動画にも出してますけども、まあ OMTP っていう規格と、まあCTIA っていうね、そういう規格があって、今まあほとんど CTIA っていう規格なんですけども、まあそれのね違いが何であるかということと、まあ3ピン4ピンのね、その3極4極の話をね過去動画にも出してますんで、まあその辺も参考にね、カードとそれからね概要欄の方にリンク貼っておきますのでね、ちょっとね勉強してみようかなっていう方はそちらの方を見てください。で、結論から言うと、スマホの内蔵マイクとこれつけた時全く変わんないよ、同じじゃないっていうね、風に感じられた方、コメントくださった方、正解です。はい、そもそも変わるわけがないんです。これ3極だからね。はい。で、なんでね、そういう、ああいう動画を出したかというと、まあ、Amazon のね、これを売ってるサイトには、ね、iPhone とか Galaxy とか、それから Huawei なんかでもね、互換性で、互換性があって使える、まあ、3.5mm イヤホンジャックっていう書かれてたんでね、そういうふうに書かれてると、まあ、普通はね、まあ、使えるんじゃないかな、というふうに思うじゃないですか。で、まあ、これ届いてみたら、もう歴然ですよ。3品だから。あ、これはダメだと思ったんですけどもね。まあ、Amazon のサイトでそういうふうに書かれている以上は、まあ、ちょっとね、ダメって分かってても試してみようということで、まあ、ああいうふうな動画になりました。だから、まあ、これね、スマートフォンではこれは使えないというのが結論です。じゃあこれ全く無駄になるかっていうとね、一眼レフなんかのね外部マイクにはまあ使えるだろうということで、まあ今回この動画を撮ってるんですけども、今日はね、何をやるかというと、今これ撮影してるのが久しぶりに私ね、EOS70D をね引っ張り出してきました。で、今ねこの EOS70D の映像に、ここについてますけど、オーディオテクニカさんのね AT99Z01というピンマイクを通して今ね音声を取っております。で、今日ね試そうとしているのは、この後ね EOS70D の内蔵マイクの音、そしてね、今ついてますけども、同じような条件でこのオーディオテクニカさんの AT99-01 というピンマイクで撮った音、それから EOS70D で撮影するときに私がね、今まで使ってました同じくこれオーディオテクニカさんの外部マイクですけども、AT99-45CM だったかな、うん、そういう型番だったと思います、この外部マイク。それから私が最近ね、ライブとかでもよく使ってますこのね坊やのね外部マイク、それと最後にこのね290円の外部マイクをつけた時の音声比較をね、ちょっと今日はやってみようかなと思います。そして、その結果ね、もしこの290円の外部マイクがまあそこそこね使えるレベルだったら、290円なんでね、まあ今ガシャポンが1回だいたい300円でしょ、結構まあガシャポン1回分のね値段って考えると、まあリアルに使えてってなったら結構ねお得なマイクになるんじゃないかなと。まあ音質云々はね、いろいろあるかもしれませんが、今日はねそれをちょっと試してみたいと思います。で、動画を撮った後ね、すぐにはちょっとね答えわからないんで、そのまま私ね素のまま編集をかけますんで、まあその後私答えがわかるわけですけど、まあ皆さんのね、感じたね、音声の音質とか音量とかね、今これ EOS70D との私の距離は約ね、測ってみると80から90センチぐらいの、まあ、距離感に今あります。で、この同じ条件で、ちょっと音声比較なんかをしてみますけどね、皆さんのねコメント
ちょっとどういうふうに感じたかね、これいけそうなのかどうかっていうのも含めてね、ちょっとまたコメントいただければね助かるなというふうに思います。それじゃあ早速ね、音声比較ねちょっとやってみたいと思います。はい、ただいま EOS70D の内蔵マイクの音声になっております。音の具合はいかがでしょうか。 EOS70D の内蔵マイクの音になっております。音の具合はいかがでしょうか。はい、オーディオテクニカさんの AT9901 というピンマイクの音です。音の具合はいかがでしょうか。オーディオテクニカさんの AT9901 というピンマイクを通しての音です。音の具合はいかがでしょうか。はい、オーディオテクニカさんの AT9945CM という外部マイクの音です。音の具合はいかがでしょうか。オーディオテクニカさんの AT9945CM という外部マイクを通しての音になります。音の具合はいかがでしょうか。はい、これはボーヤという外部マイクをつけた時の音です。音の具合はいかがでしょうか。これはボーヤという外部マイクをつけた時の音です。音の具合はいかがでしょうか。はい、290円の中国製の外部マイクをつけた時の音になります。音の具合はいかがでしょうか。290円の中国製の外部マイクをつけた時の音になります。音の具合はいかがでしょうか。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今ねこの動画はちょうど撮り終わって編集にかかってね、いろいろ気づいたね、ことなんかを含めてね、後撮りをしているわけなんですけども、ちょっとね、ボーヤのマイクだけね最初音なかったでしょ。あれね私のミスでスマートフォン用の、まあ、ケーブルをねつけちゃってました。あれはねあの2種類ねケーブルがあって、カメラなんかつけるときはねちょっと専用のねカメラ用のケーブルに付け替えなきゃいけなかったんですけども、ずっとね、スマートフォンとかでライブ配信してる時の設定そのままだったんでね、ケーブルを付け忘れるのを間違えて、編集しだしてあれ音入ってないやみたいなね、ことで急遽後で撮り直して、動画の中に、ね、編集で入れておきました。はい、皆さんねどんな風に思われましたでしょうか。中国の290円のマイク、あれねモノラルなんでやっぱりねちょっと動画配信に使うにはうーんって感じじゃないでしょうか。やっぱりこういったピンマイクとかねちゃんとした外部マイクと比較すると全然違いますよね。うん、個人的にはやっぱりこのピンマイクが一番綺麗に音拾ってるんじゃないかなと思いました。同じようにね、オーディオテクニカさんの 9945CM っていう外部マイクも良かったんですけども、あれはちょっとねホワイトノイズがね結構ね大きいかなっていう気がしましたね。うん、そんな感じで、まあ、音質とかね、その辺にはみんなね、いろいろ好みがあると思いますので、よかったら皆さんのね、ご意見とかご感想、コメント欄に、まあ、書いていただければ、今後の参考にさせていただきたいと思います。ということで、音声比較動画ということで、いろんなマイク試してみたということでね、まあ、試してみたというか、中国の290円のマイク VS でね、試してみたという動画でした。それじゃあ、また。